大宮城は、駿河国富士大宮に存在した、日本の城である。別名富士城。大宮城の築城は、中世に富士軍の国衆である富士市によって行われたとされるが、詳しい追記念は不明である。大宮城は別名に富士城があり、今川市や後北城市が用いていた。また、近世の記録では、神田栗和と記すものも、複数例認められる。 上域における発掘調査では建物跡、溝跡、土類跡、掘り跡、井戸跡などの遺構が検出されている。城の構造としてはそれぞれを溝で仕切った角があり、主角が西側に二の車を、その前面に倉屋敷を配置し、それらの周りを土類と掘りで囲んだ連隔式の構造をしたものと評価される。大宮城跡からは大量の瓦家が出土しており、破片数では、 約3万3000点にも上る。富士軍に所在する遺跡としては、出土遺物の量が隣接する、富士山本宮浅間大社とともに突出しており、富士大宮の拠点性を示している。またい親材と言えるものも多く出土しており、貿易当時が確認されている。海遊陶器や14世紀頃の当時期編のほか、英楽通報や交物通報といった戦果も出土している。 一方、16世紀以降の河原家や江戸戦は出土しておらず、伝承の通り16世紀後半には廃城になっていたと考えられている。戦国時代に富士城は春光国境の抑えの城として重要な役割を果たしていた。永禄三年の桶狭間の戦いにより、今川義元は廃止し、今川両国は動揺する。翌永六4年には今川氏真より、 富士信忠が大宮城の城代に任せられ、不審の自民を図らうよう指示されている。また、今川氏と同盟関係にあった武田氏が同盟を破棄しするが進行を開始すると、大宮城はその最前線の城となった。やがて戦国大名としての今川氏の滅亡を迎えると、富士氏は御北上氏の被護を受けるようになる。 後方上しより上主である信忠宛の文書発給が確認されるようになり、上中上外に関する具体的な指示が与えられるようになる。また、大宮城には上主である富士市やその悲観のほかに、井出市といった有力者も在場していた。武田市により大宮城への攻撃は3度行われた。1度目は A61 年12月、2度目は A612 年2月、 三度目は同年六月二十五日である。一度目と二度目の攻防戦では、大宮城は落とされず、二度目は近接する、開国川治療種の穴山信君や武田方に、帰属した、駿河国州桂山下との連合軍を撃退する、ことにも成功するなど、対抗勢力としての役割を果たしている。三度目での攻防戦では、宇治山根の書状に、信玄一軍とあるように、 武田信玄率いる本隊の攻撃にあった。6月に信玄は大軍を率いて、御殿場から駿河国に入り、三島、二ら山を進んだ後に進路を西に取り、大宮へと向かった。大宮は、中道王館が通過する駿府への侵入口にあたる重要地であり、大宮を落として進路あるいは退路を確保する必要があったためである。この際の戦について、北条氏照の書状には、 敵0千人手を石にし出しこうとあり富士氏は、前線したものの、信玄本体による攻撃に苦戦を強いられた。また北条氏政はこの時援軍を送ることができず、富士氏に三通の文書を送り退場を進めた。また同時に、武田氏側との交渉を行い、穴山信君とで会場の交渉が進められ、7月3日には会場した。 北条宇治政の書状には、A612 年11月27日の段階で、武田信玄本人が、富士地にあったとあり、この時信玄は、大宮城に本陣を構え、神原城を攻める機会を伺っている。富士市は会場こそしたものの、すぐには、武田市に降りず、その後も北条法としての神原城の戦いに参戦している。その後の忠が会に赴き、 武田氏に帰属することが明確となった。その後の富士軍に対しては、普代家老、原正種や市川真っ逆さが取り次ぎを務めており、正種は大宮城周辺の支配に関わっている。武田家滅亡後は、徳川家康が駿河を確保したが、天正10年に道場は消失したという。ありがとうございます。